ックにするね。皆さんこんにちは。ちょっと緊張してますか？大丈夫ですか？ナショナルリーダーを務めます、高橋康介と申します。私は長年、国際問題を扱うジャーナリストとして、活動してきております。人生を振り返って私の人としての礎、そしてジャーナリストとしての基盤を作ってくれたのは、今から27年前、大学4年生の時に参加した東南アジア青年の船でした。そう、皆さんがこれから参加する世界青年の船の姉妹事業です。日本丸の上で外国の参加者との交流を通じて、国際的なものの考え方や視野を肌身で学ばさせていただきました。東南アジア青年の船で巡り合った友人とは、四半世紀以上経った今でも多数 Facebook など SNS でつながっております。そしてほぼ毎日彼らの誰かとやり取りしている状況を見ますと、やっぱり若い時の友人とは一生の宝となって今も続いていると思います。彼らと共に作った若い頃の思い出は、かけがえのない経験で、いつまでも深い友情の絆を持たせてくれています。年を取るにつれて、こうした素敵な貴重な機会を提供してくださった皆さんには非常に今感謝しております。ぜひ皆さんにも世界青年の船で国際交流の素晴らしさや楽しさを実感して、一生の友達をたくさん作ってもらいたいと思います。そして私が国際ジャーナリストとしての基盤を築けたように、皆さんも自分の可能性をこの事業を通じて大いに広げていただきたいと思います。そのために私や、まあ、茜さん、皆さんの縁の下の力持ちに、十分になりたいと思います。次世代を担う皆さんのような若者により良い交流の場を提供して、国際的な相互親善や相互理解を促進していくことが、私たち上の世代の責務だと思っております。また世界を見渡せば、特に近年は各地でヘイトスピーチやヘイトクライム、さらには移民排斥を訴える極右の動きが目立つようになってきています。そして国際的な共存精神がますます問われるようになってきています。世界青年の船のような蓋の上レベルでの国際交流がますます必要となってきています。日本発でぜひこの素晴らしい国際交流の輪をどんどん広げていきましょう。こうして皆さんとお会いできましたことは、非常に強い縁を感じます。一生に一回しか味わえない貴重な機会でもあります。ぜひ一緒に事業を楽しみましょう。ぜひ一緒に素晴らしい日本チームにして、プログラムを盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。Thank you.